私は松本祥慶と言います。15年前にお坊さんになりました。で最初はこのお寺に来てお経を勉強したり、あとはそのお寺のいろんなことですね、帳簿をつけたりもするし、お葬式に行ったり、そういう儀式的なこともやりました。ウェブサイトを作ったりもしました。でもちろん、クリーニングも学びました。お掃除は日本のお寺ですごく一生懸命お坊さんが取り組みます。実際のところ普通お坊さんの修行っていうとすごい座禅をたくさんしてるのかなって思うかもしれませんけど、本当は座禅以上に掃除に時間をかけてるんですよね。それは生きてるもの、動物とか、人間はもちろんのことだけじゃなくて、全ての生き物だけで、全てのものですねも含めて、すごく丁寧に扱います。お掃除はもちろんお寺でやるのもそうなんですけど、ロボットと人間が一緒にやるっていうことも一つこれから面白いんじゃないかなと思ってます。っていうのも別になんかロボットと競い合うわけじゃなくて、ここの部分はロボットにやってもらって、ここの部分は自分の一つの修行としてやろうっていうことでもいいし、いろんなやり方工夫があると思うんですよね。そしてまたそれがすごくこれからのロボット人間の共生のシンボルにもなるかもしれない。ガラスの掃除も大事ですよね。もちろん綺麗だと気持ちがいいっていうのもありますし、よくその、例えですけど、こうガラスが汚れてると、それは私たちの視野も曇ってしまう。私たちは自然の中で掃除します。それはやっぱりこの自然と触れ合いながら自分の心を落ち着けていく、